なんかな、バトロワってこう、終盤の1位を狙う緊張感みたいなのは楽しいんだけど、序盤のこの敵と会えない時間、暇な時間っていうのがあんまり好きじゃないんだよね。なんかこう、もっとガンガンバトれる、敵と接敵しまくれるバトロワとかないかなーみたいなのあります。あります。このウォーゾンのミニロイヤルトリオ。最大人数54人、小規模マップで行われる展開の早いバトロワで、復活が何回もできる。そして終盤はあのバトロワ特有のね、復活なしの1位を狙える展開があるというバトロワになってるんで、今日はこちらを紹介したいと思います。さあ、これがマップでございます。この通常のウォーゾーンのマップからこうくり抜くような、ランダムでくり抜くような感じでエリアが決まるんですけど、はい。めちゃくちゃ狭いです、これ。これ超狭いからね、あのウォーゾーンにしては。さあ、もうどこを利用かな。まあ、どこ降りても敵はいると思うんですけど。あー、オッケー、行きましょうか、その辺。まあ、どこ降りても一緒です、基本的に。よいしょー、さあやっていきましょう。さあ、54人で、ちょっとなんか少ないかなっていうふうに思うと思うんですけど、まあ、このゲームね、今までの動画で説明した通り、復活がしまくれる。まあ、実質的にはこう54人以上の、本当なんか80人、100人近くの人が、ね、来ると言ってもいいぐらいな感じだと思います。前回の動画でなんかやっぱりカスタマイズされた武器持ってる人の方が強いんでしょうみたいなコメントもあったんですが、いや、マジで普通に落ちてる武器でも最後まで戦える。このバトラーはね、もうガンガン倒しに行ってなんぼなんで、戦闘しに行きましょう。上にいる。終わりましたね。OK、ダウン。ダウンってことは？あ、いますね、いますね、敵。上、自己蘇生じゃなければ、あれだ。OK、まずワンキル。バウンティーは完了しました。あと、バウンティーのお仲間さんがあそこにいるので、ちょっと開けてるんで危ないんですが、こう、スモーク焚いて、OK、スモーク焚いて、スモークで上がりましょう。めちゃくちゃ危なかったけど。あ、味方がやってくれた。ナイス。よし、では、円に向かいましょうか。こう、端っこは、いる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 。ね、こういう風にどんどん復活もしてくるからね。お、オレンジ箱があるじゃないか。めちゃくちゃレアやぞ、これ。ああ、いいっすね、いいっすね。非常にいいスタート。アーマーボックス出しちゃいましょうか。他にも分け与えて、あ、こっから上登れますね。前回説明した通り、ね、バトラーのほんと基本です。上を取っておくということ。で、このゲームはね、特に特殊なスキルが兵士にあるわけじゃないので、上を取るっていうのはめちゃくちゃ有利になります。まあ、この円は、まあ、通常のウォーゾーンで言うもう、中盤ぐらいからって感じですかね。まあ、前回説明した通り、ウォーゾーンは序盤はね、ほんと円のことなんて何も考えなくてもいいぐらいなんですけど、まあ、中盤、ね、終盤からはほんと次の円に移動しておくっていう、まあ、ウォーゾーンっていうか、バトルの基本ですね。それを意識しないと、ちょっと勝つのが難しくなってくるんで、まあ、そろそろ次の円は早めに移動しておきたい。あ、いますね、いますね。で、敵の空爆出てるので、今はあまり動けない。エアストまで来るか。OK。削ってる。敵はね、アンチ、ステニスしてるんで、移動しないといけない。結構厳しいと思います。ナイス。ちょっとアンチがもうやばいんで、先に移動しましょうか。ちょっと僕、ガスマスクないからな。ん？敵の人、復活してきてる。OK、OK、OK、OK。え、降りてきてる。フラグ入れて、当たる。ちょっと詰めましちゃいましょう、これ。うわ、シールド持ってた。マジか、珍しいな。うん。これ、敵のリーコンドローンに1バレしてますね。メッシがいる。ここは飛び起きて。ナイス。さあ、次の円。あ、あの中いますね、敵。あ、あの辺入ってるのか。悪い。いいダメージは出せてる。OK、ナイス。OK、ワンダウン。くそ、右から邪魔される。OK、全滅。あぶねえ。すーごい、ライオン地雷大量に仕掛けて。
ミス。あと人数としては上にいるので終わりかな、これもしかして。あれか。ここにいるはず。いた。なんだ？打ち切る？ラストワン？ラストワン右下のはず。あれ？え？そこで耐えてる？本当に？ガスマスクでアンチ外耐えをしてるのか？おい、どっから？終わりかな？ナイス！え、どっから出てきた？え？はい、6キル、6キル、7キル、19キルですね。まあまあ、チーム全体としては非常に多いのかな。というわけでお疲れ様でした。試合時間としてはね、15分ぐらいかな。かなり短い。通常のウォーゾーンの半分以下かもしれないです。通常のね、バトラーモードが長くて退屈とか、もっとガンガンね、倒しに行きたい、キルしに行きたい、動きたいっていう人にはすごくおすすめなモードになってるので、まあ、正直僕もね、こっちだけでいいかもしれない。メッシュがいる。で、奥に敵いるっぽいな、これ。いる？うわ、メッシー！うお！よかった。いやー、いいっすね。これ、初期武器のフェニックですからね、僕使ってんの。いけそうですね。僕の下に入りましたね、多分敵。車に乗るとね、敵に位置がバレちゃうんで、まあ、このもう、だいぶ狭い。エリアだから使わないでいこうかな。どこにいるかちょっとわからない。やっぱまだ後ろいるのか。また、ダウン。空爆呼んでいきましょう。空爆呼んでちょっと泳いでいこうか。オッケー、後ろは全滅させました。いますね。結構当ててくる。ここいなくなってるかも。左に流れてるような感じがしますね。あ、そんなことなかった。1枚リロード。いやー、マジか。見えなかった。しかし自己創生があるんです。僕には自己創生キットあと2つ僕持ってる。危ない、危ね。復活してきた人がいるはず。なんか後ろスナイパーおるて。すーげー戦闘。忙しいな、マジで。こっちから来るでしょ？やったのかな？いや、いる。オッケー。いや、いいっすね、この戦闘の多さ。最高。スナイパー持ってくればよかったか？さあ、強制収容所。閉鎖中。これで復活ができなくなりましたね、もう。いた。オーケー。あ、そこにもいんのか。うわ、間に合わないかも。すまねえ。ここでドリルチャージ。壁貫通グレネード。ポン。当たる。はい、完璧。うますぎ。いや、最高です。いいね。いい流れすぎる。一人ね、もう、味方さん側、やられてしもうてるので、4戦で買わないといけないけど。うわ、マジか。うわ、デュアルか。残念。今回はウォーゾーン完全新規向け紹介動画、パート3というわけで、新モード、ミニロイヤルモード、トリオをね、紹介していきましたけども、ぜひ皆さん、PC、Xbox、PS で無料なので、プレイしてみてください。では、お疲れ様でした。Good drive, yeah. Never run. We hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, hoping when it's gone. Took you to